明日一日、私に付き合ってもらえない？他に予定があるなら、別にいいんだけど。じゃあ、明日ね。おやすみなさい。おはよう。さあ、行きましょう。あなたはどれがいいと思って？そうね、なかなかいいわね。行きましょう。どこ行くの？ええ、いいわよ。行ってみましょう。なかなかね。綺麗な夜景ね。この冒険が始まってから随分と時間が経ったわね。私がこんなに他人と一緒の時間を過ごしたのはこの冒険が初めてだわ。誰かがそばにいることの頼もしさを何度も感じたわ。そう、ありがとう。ええ、もちろん力を尽くすわ。私は剣士よ。もしこのままこの道を目指せば、あなたと違う陣営に組みすることもあるかもしれないわね。もしも実際にあなたと私が敵同士として出会ったら、あなたは私を斬る？どうして？あなたは斬ると言うと思ったわ。それが騎士の本分でしょ。私に切られた方がいい。そう、甘いわね。私は切るわ。それを知っていても私を切らないの？バカね。そんなの馬鹿げてるわ。私はあなたを切ると言っているのに、あなたは私を切らないというのね。そんなの卑怯だわ。私は正々堂々と戦ってならあなたを切れると思うのに。なのにあなたは戦わないなんて。ずるいわ。